ハロー、こんにちは。 T1 VS トップ e スポーツセカンドゲーム、初戦は試合になっていなかったね。正直ミッドファッキングギャップ、ソロキルされて、そっからトップでテレポートして自殺してミッドタワープレート持っていかれて終わった。だけどボトムレーンもボコボコ、トップはしょうがないマッチアップ。ジャングルザイラもレベル1妨害されたりとかで全然やりたいことができませんでした。これはピックをガラッと変わる必要があって、トリスターナを先出しするか、トリス後期をどっちもバンするかでミッドメイジ勝負持っていきたいんだけど、今バンしなきゃいけないキャラが多いんだよ。トリスバン OK。 これランブル空いてんならランブルファーストでも全然いいんじゃないかな。後期ファーストはどうだろうな。結局トリスいねえんだったら後期なんだけど、メタ的に。でもランブルが相手だったらランブルがやっぱ強い。ああ、相手が後期バン、どうする？即ランブルだね。ランブルはサポートもいけるし、トップもいける。ランブル取るといろんな構成やりやすいんだよね。魔王界ランブルも相手一列になるし、バイランブルとかもウルトでフォローアップできるし、ランブルはねさすがに連戦強すぎる。トリス後期消えたね。アイバーンは空いてる。だけどこれアイバーンは結局 ADC ミッドじゃないとあんま機能しないんで、アイバーンをバンしなくていいっていう判断だろうね。でそうなったらトップ e スポーツ魔王界、魔王界は言うてミッド AD と相性がいいぞ。うわー、中国のゼカと呼ばれているこのクリームの先出しヨネ、おい T1 のミッドレーナー誰だか忘れたのか。アイアンフェイカーじゃねえぞ。ルブランで無双していた男だぞ。ヨネの超カウンター、そして電撃もバフされている。キャップスはルブランやっていまいち有利取れなくて微妙で終わったけど、クリームめっちゃ連戦うまかった。来たね、バイ。これバイは最近のトレンドは、まあアリバイで一緒に突っ込むのもいいんだけど、遠距離ウルトでフォローアップみたいな、ランブルのウルト、エズリアルのウルトみたいな、これがめちゃくちゃ勝ってるイメージありますね。俺が見てる試合だとめっちゃ強い。みんなで突っ込むのもいいけどね、カイさんも合わせて。おお、来た。ここで6万円スキンのフェイカーのアーリー。皆さんもちろん6万円払いましたよね。ロールプレイヤーの税金じゃないですかあれは。フェイカーを召喚できますよ、あれ。スタンドでタワー壊した時もサインが出ますからね。トップ e スポーツカッサンテフロントライン、まあ、ヨネはレートゲームキャラなので、 T1 はミッドジャングル、そしてラ、まあ本当中盤が強い構成だね。 T1 中盤めちゃくちゃ強い。でそこに ADC でエズリアルとかジンクスのウルトとかカイサで飛びつくとか、なんかねもう一つ欲しい。バイのウルトでみんなでガッといって、もう一人完全に殺しきるみたいな。だから機動力のある、まあ、ADC ゼリを消してくるね、トップ e スポーツ。トップ e スポーツがエズリアル取れるんだよね、多分取るんだよ。だからエズリアルはバンしないんじゃない。で T1 がエズリアルバンするかな。トップ e スポーツやっぱノーチラス、そうね、アルティメットポチーで突っ込まれるのきついっていう判断だ。いやこれエズはバンした方がいいと思うけど、エズのカウンターでケイトリンとか用意できるなら、まあ、グマヨシ得意だし全然いいけど、エズ見えた瞬間なんかラックスケイトリンみたいなの、どう？お、レオナを優先。何を取る？エズはお互いに強いんだよ、だから取っておきたいはずだよね。でこのエズを見てこいつ一応射程は短いから、T1 なら、ケイトリン、バッ。で、バードもあり、ケイトリン、バード。DRX コンボ。まあでも、バード行くと相手、ベタ足ではないから捕まえづらいってのはあるけどね。ザヤ。おー、そっち？
カリスタ、最近カリスタナーフされて見なかったけど、カリスタプラスレナータ、まあバイとシナジーがあるかって言われるとイマイチだけど、まあレナータのアルティメットで一応フォローアップもできるし、相手はそのねバイで捕まったやつを助けづらくなるよね。まあ、マオカイのウルト飛んできたら自分たちもレナータのウルトで返せばいい。でレナータの W でバイが突っ込んで死ぬところをカバーできる。でカリスタ・レナータも、まあ、連戦は相変わらずめちゃくちゃ強いですから。でエズリアル相手カリスタのパッシブでスキル全部避けちゃう。ブラーム、これブラームなんだ。ブラームの評価上がってんな。メレー相手はブラーム強いけど、レナータのアルティメットってあれ消せんの？ちょっと待って、教えてほしい。これレナータのアルティメットって消せるんですか？消える。ああ、それ用かだよな。ハロー、こんにちは。 T1VS トップ e スポーツ、フェイカーアーリのスキンもちろんなし。ファキューライオット、何が6万円じゃボゲー、高すぎるわ。フェイカーも高い言うてたわ。チームに3割が入る、7割ライオットの懐に。その7割分でよ、人雇ってソロ級きれいにしてくれよ。それか MMORPG の資金に当てて早く出してくれ。レーンスワップ、やっぱそうだね。エズリアル・ブラームは集団戦を見てのピックで、レート系あの序盤のレーン戦はボコボコにされるんで逃げたね。レベル3ぐらいになって戻ってくるってやつ。結局レベル1絶対勝てないから、ワンツーでかいウェーブ作られて、エズリアルがタワー下で殺されて終わるってのを防いでるね。トップのあれが硬くなったから、タワープレート、トップのプレートは取れなくて、まあ、トータルロスはするんだけど、結局ボトムレーン戦やっててもロスするしっていう感じだね。でちなみにバイはレベル1めっちゃ弱いよ。やばくね、やばくね、俺死んだよ。わあ、うまいフラッシュ、あぶんな。バイレベル1マジで何もできない。 W から E を取るからね。 Q が移動スキルなのに Q 取れないんですよ。クリアが遅くなっちゃうから。クリアもそんな早くないし。でブラムレベル1最強 でフェイカー、お得意のアーリです。アリバイ久しぶり見たね。バイはこのトーナメントちょくちょく出るんだけど、まあ、バイタリアだったり、まあ、アーリは出てなかったんよな。アーリは初じゃない、まあ、4年あえて有利。アーリ確か2022年の DRX の世界大会でチョービーの4年に対して20、30ぐらい10分で CS はつけてたよね。しかもこれ電撃バフされてるんですよ、このパッチ、現行パッチで。クールダウンも5秒短くなってて、ダメージもレベル1で30だったのがこれ50になってるから、20ダメージもアップしてるんで。しかもヨネだから命令なんで電撃発動しやすいからね。これは超でかい。トップタワー硬いっすよ、これ。これ MSI1 ヶ月2ヶ月前のパッチで、大会でこれが頻繁に起きてたから、あまりにも見ててつまらないので、トップレーナーもお互いファーム食わないから、トップレーナーも楽しくないだろうし、見てる側もつまんないから、まあ、だからトップで逃げたらトップのタワー硬いですよって、トップミッドのタワー硬くしますねっていうことでね。でテレポートで帰ってくるやつを殺しに来る。ランブルだから柔らかすぎる。帰ったと思っていた。あと3秒遅れてたら帰ってたね。いやこれトップレーナーは結局帰って経験値を吸いたいのよ。特にランブル側はね、1人であれ食ったらさ、加算っては3人でシェアしてるのに、ランブルは1人で食えるから、レベルが大事ですから。だけど相手はバックしてなかった、タイミング悪かったね。ゼウスレンスアップでかなりやられるね。昨日も TL 相手2回やられたし、
You can see things going much better for the goat himself in this particular game. 今のアンラッキーだね。200 gold going to be the lead in the end though for Top Esports, and that is a big swing back from the amount of control that T1 had earlier. 経験値差はかなりついちゃうけど、6のタイミングだけ気をつければこのマッチアップランブル勝つでしょうね。問題ない。キルはエズリアル。エズリアルのキル分でエズがファーム有利か、ゴールド有利か。タープレート分で有利取ってたんだけど、キルでトップ e スポーツが有利になってるね。でこれ構成的に、まあ、T1 序中盤構成、ウィンレインウィンゲーム、全レーン勝ってドラゴン集めて勝ち。ちなみに最初のドラゴンはヘクステック良くないね。強いドラゴンが欲しい。ケミテック来てくれ、2つ目で。3つ目でいいドラゴン来てくれ。インファーナル、インファーナルが欲しい。いやーでここで1対1でめっちゃ有利取ってる。フェイカーが裏でテレポートして助けに来てはいるぞ。ランブルフラッシュはあります。フェイカーが来てる、フェイカーが助けに来た。チャームが当たらない。フェイカー6当てる、殺しきれるか、当てる。フェイカー、フェイカーミッドギャップ、6になるの完璧に把握してる。これで俺たちが見たかったのは完璧なテレポート。6タイミングを見逃していなかったこの男。デズさん、おい、おい、ゼース、うわ、しかも連戦最悪、ウェーブフリーズされる。いや、プッシュしきるか、テレポートねえから、ランブルが。マジか、フェイカーは見てはいたんだけど、帰らなきゃいけなかったからね、死ぬとは思わなかったんだろうね、死ぬって分かってんだったらステイしたけど。ミッド帰んないとファーム落としちゃってレベル差つけられちゃうんで。で集団戦どうなる、どうなる、よりは早いのは T1 だぞ。 T1 グラブで戦うために2人をトップに上がらせていた。だってドラゴンも T1 が取ってるからボトムで2人置く必要ないよね。トップ側でオブジェクトあるからトップ側に人数連れてきましたよ、セオリー通り。いやここでチャーム当たらなかったんだけど、6になる、何やってんだなかなと思ったんだけど、これ6になってたんですね。フェダウェイチャーム当てる。ウェーブフリーズされるから、うん、これはどうすればよかったんだろうね。ウェーブを、まあ、フェイカーが触っちゃってプッシュになっちゃったってのが、まあ、痛い感じもするけど、フェイカーキル取ってその後 Q をミニオンにプッて振ったから、ちょっともう一回見直さないと分かんないけど、あれウェーブ押されるとウェーブ固められてランブル帰ってる間に2ウェーブ失うんで、殺した後のそのウェーブの処理が良くなかったように見えたね。んでタワーダイブを狙うけど、タワーショット食らってるよ、ケリア。アルティメットがある。でもこれタワーダイブをする予定がボトムの2人がめちゃくちゃやられる。フェイカーアルティメットはあるが、アルティメットは使わない。これ HP 状況悪すぎて下がるしかないぞ。いや当てるねーメイコ。ヨネの HP 削ってる。フェイカー反応する。クリーム輪っか。お、しかしここで孤立しているマオカイに入っていく。フェイカー捕まる。マオカイの W の射程を与えてしまった。オーナーの狙いは素晴らしかった。
まあ、アイカンリが、マオカイを逃がして自分が死んだ。いやでもこれはしょうがないか。マオカイのフラッシュダブルだもんな。前を与えたっていうか相手が普通に入ってきたわ。アーリーがねフラッシュ使ってたのがね事前に、あとチャームを使ってたんだよね確か。いやでもイーブンゲームのように見えて T1 はオブジェクトは多く取ってますよ。ドラゴンもそうだしグラブもそうだし、しかもケミテックが2つ目。いいね、ゴミドラゴンが2個目で消費されるので3ドラで絶対来ないぞ。素晴らしい。この大会結構インファーナルソウル来る気がするからインファーナルでお願いします。キャノン失ったファック。フェイカー入る、チャーム当たってない。殺しきれるか、ダメージが足りない。いやー、さすが中国のゼカというところか。ちゃんといますね。集団戦の形になるでしょう。レナータのアルティメット、マオカイのウルトどうなるかだよ。マオカイのウルトってさ1列に並んでさ1人だけ食らって後ろでみんながカバーしてもらうって形になるけど、そこにヨネのアルティメット、ブラームのウルト、エズリアルのウルト、これ AOE で一直線に来るスキルが勢ぞろいだから、トップ e スポーツマオカイのウルトとそれ合わせてきたらえぐいことになるね。マオカイのウルトで1列にね強制的にさせるのが強いんだよね。じゃなかったらみんなマオカイのウルト食らうんで結局。でここで捕まえ切れる。しかし結構ウルトは使った。あ、チャームを E2 で消してたんだ。なんか当たったようには見えたよな、確かに。ゾーイのバブルが効かない理由か。あれ？これ Q 避けないと。うわー、うまー！うわー、ジャッキーマジエズリアルクソうめえなってこの大会通して思ってたんだけど、うまー！エズリアルがカリスタをソロキルだと？逆だろ。カリスタパッシブ持ちでエズリアルのスキルが当たらねえのに。うわ、今の Q の打ち方えぐかったね。ちゃんとグマユシのマインド読み勝ってた。エズリアルバリアもあるし、何があったんだろう連戦で。 W をまず食らって Q 食らって、まあ、バリア差がなくても普通にだな。バリアでタワーは耐えたけど、ふう、マジかよ。いやー、このエズリアルアグレッシブだね。そこで一瞬マイブリンクしたところとがめられればねいいんだけど。今ほんとエズリアル強いよ。ウルトンダメージもバカにならないし、ドラゴンの視界の取り合いでエズリアルの Q バカみたいに痛いからな。しかも今回 T1 の構成的にワーモグいけるキャラがいないんで、エズリアルのポーク食らったら帰らなきゃいけない。だけど T1 グラブ5つ、5グラブでかい。タワーおるのがめちゃくちゃ早いです。イコールお金が入る。相手が来れないようにカットしてるぞフェイカー。反対側を取る。ミッドのタワーガラ空きはまずいぞ T1。
まあでもヘラルドがあるからどっちみち壊されるんで無理に守る必要もないか。おっとこれ裏からテレポートで来る。チャーム当てる、エズリアルの方に。そしてバイのアルティメットで、うわーフェイカーチャーム当てる。これが6万円スキンを使わない男、持ってはいるけど使わない。すごいね、自分のスキンは持ってるのに使わないってすげえラウトは泣いてるよ。逆にいいね、当てる当てる。フェイカーシーズン3でデビューしてそのまま優勝したけど、その大会でもアーリでね、何回も連続してチャーム当ててミッドのイビターまでこじ開けたからね。あれはマジで11年前だけど記憶に残ってるわ。やっぱ後期トリスターナがダメだよ、そいつらがいなければだな。いやバイのウルトとランブルのウルトやアルティメットマジで相性いいね。これフェイカーここで殺しきる。ドラゴンです。相手はヘラルドで、トップ e スポーツはミッドタワー取りに来るよね。ミッドのヘラルドを処理しつつ、このエズリアルのポークを食らわない形でドラゴンの視界を取っていきたい T1。 相手を誘ってるぞ、ブラームなんやこいつ。レナータが体脆いけど後ろに味方を連れてきてるからね。相手のヨネがいないのは分かってるんで、人数的に T1 有利ですからアグレッシブに行く。ここでバイのプレッシャーで相手追い返したいんだけど、今度はヨネがさっきプッシュしてたからグループに回ってるんで、ランブルが来れないと。ランブルテレポートもありません。その押し引きだよね、ミッドによる人数で視界を取り返す。トップ e スポーツヘラルドを召喚。ヘラルドはタックル止めれないんで、これミッドタワー失う。マオカイがぶつかりに来る。ここで叩き落とせるか、うーん無理がある。フェイカー1対1でバトルしてる。アルティメット使ってカサンテのフラッシュは使わせた。そしてバイがマオカイで引き削る。ランブルのウルト4人で最高のウルトだこれ以上にないアルティメットがぶっ刺さった。バイのウルトそっちに打つ、殺しきる。 T1 一人も知らない。 Oh my god、 イコライザー噛みすぎた。何やあれ、4人に当たってフラッシュしてもまだ当たってたぞ敵のジャングル。やっぱさ、もともとやってた構成をやろうよ。 KT もそうやって T1 に勝ったわけじゃん、9位のチームが。最近流行ってるからって、キャニオンがやってるからってやめようぜ。お前たちこういう構成で去年世界大会取ったよな。そいつらが別に弱くなったわけでもね、なんか強いやつらが出てきたからそっちにみんな流れてるけど、結局豪気は強くないのよ思ったよりも。そういうことよ、元々のキャラに戻れ。いやイコライザーイカれてら、ランブルはなんでピックバンなんですかってさっきコメントなんかピックバン中にあったけど、まあ、レーンが強くて集団戦強いからね、合わせも早いし射程が長いんだよなウルト、遠くからフォローアップできるから。
Sol, Faker going to land the charm, but not really going to get too much as the Unbound Sol is going to be employed. So T1 need to keep their feet on the マジバイランブルは本対象位。Fast and Furious references. And Cream clears out this minion wave.Top Esports, I think, just need to ride the ship. 369 is just in the middle of nowhere. He was up topside trying to maybe shadow, make sure they can't actually set up for a turret kill there. But this means that Zeus has had so much free time down here in the bottom lane, and he got nothing. まあ、ランブル乗るとウェーブ処理もできるからタワー守れるってのもでかいね。反対側のお互いに逆サイドでタワー取り合ってる時とか、ランブルウルト使って30秒時間稼げるからミニオン殺して。万能ですな。On both sides of the map, there's no inner and mid. They're using that player incredibly well. Here comes Guma. Yeah, ultimate out immediately. 捕まえに行くか? Follow up from Gumayushi. He gets slowed down though. And that is very important. ヨネウルトをディフェンシブに使う。But this time, it's T1 that can then have that gank attempt denied. Still managed to get a target back. Kit Kat 食いたくなってきたな。This is precisely what Top Esports were able to do in game one. Now on the other end of it. Sort of seeing the meta that we've had for the tournament where games really can be so explosive when one gets an advantage. 日本のマッチ味もあれ美味しいよ。でもデフォルトのやつもうまいよ。でも日本のキットキャットちっちゃそう。やっぱサイズが違うよな、海外と比べると。いろんなものが。ハーゲンダーズのあのアイスクリームはマジでやばいでしょ、あれ。あの小ささで正直二口で食えちゃうよね。あれ300円400円っておかしくない？And Kalista, the security, even this early in the game is quite strong for T1, and he can join at a moment's notice. Isn't showing on vision right now, so look at Top Esports. They have to respect, they have to fight into a choke point, potentially with an equalizer here. If Zeus had to report it in, they don't know if he's right now. あの一口サイズがちょうどいいってのも慣れてくるとわかるけど。From the LPL teams in this tournament, but T1 right now doing exactly the same, and it's really tough for Top Esports to break in.So hard to get vision at this point in time. The Baron, the next Baron bait. I mean, as soon as it spawns, it's kind of on the minds of. Word. 置きに来るところを捕まえたい。あ、まだ21分なんで、バロンは事故ります。なのでドラゴンをまあ集める戦いでいいかな。1分後。トップの差が今に1700、ジャングルも1800、全連勝ってますね。トータルゴールド7000ゴールド差21分、3000ゴールドでもでかいのに7000ゴールド。ゲーム時間長引くとヨネがかなり厄介になるけど、他のキャラ別にトップスポーツレートゲームそんな強いキャラいないんで、こっからどう動く？レナートのアルティメットは外れてしまった。ランブル乗るとまた綺麗に刺さる。チャーム当たる。カサンテなぜか CC 無効化を持ってブリンクができる。ファッキン令和チャンプオーツ終わってる。あいつあいつブリンクしながらダメージ軽減しながら CC 無効化すんだよ。But they'll retain a whole bunch of extra control. Should be dragging out of this guarantee, but they want even more. They're gonna grab this inner here in mid. Yo, これね、結構ウルト使ったからね、すぐファイト起きるんだったらワンチャン危ないけど、でも相手視界ないから、さすがにチェックできないか。魔王界のウルトもないし。オーケー、ナイスドラゴン。オーシャンドラゴンですか。まあ、エズリアルのポークが効きづらくなるね。ワーモグはこっち持ってないと思ったらレナートもワーモグ行くんだね。まあ、視界取りに行くときにエズリアルのウルトとか食らうと HP 半分消えちゃうから、回復しねえといちいちバックする羽目になるからワード置けないもんね。俺正直ワームグメタマジで不健全だと思うんだけど、どう思います？俺がジェイス使いでポークキャラだから。あさ、ワームグって特殊じゃん。敵のポーク相手に強いってのは分かる、特化してるのは分かるけど、これさ、もともとクールダウンくれてたのに今 MS くれるんですよ、 5%。 このゲームで MS って一番大事だからさ、その誰にでもさ当てはまるその MS っていうのをくれるのおかしくない？聞かれてない。しかもファーストコアでいけるのおかしいだろう。MS ついてんのいかれてる。
and make sure the area is as dark as possible. And once again, it's パシブ中は追加で 10% もらえるぞ。あ、マジで？回復してる時ってこと？やべえな。ポークへの対策は必要だったからね。エンゲージだろうがよ。じゃあポークする意味ねえやん。いや必要ねえだろ。てめえらの構成が悪いんだよ。明治サポなんかやってるゴミたちが悪いんだよ。ケリンさんや、エンゲージサポート使ったらどうだ。Looking around, wanting to spot to see where the top esports are here on the contest. Tien looking to clear out. Yeah, バロン叩いて相手が近づいてきたら反転を狙う。バイのアルティメット、ランブルのアルティメット、レナートのアルティメット、アーリのアルティメット、カリサがブンってそのサポートぶん投げる。いいね、反転アビリティ強いよ。相手をタワー下からおびき寄せて出てきたところ捕まえて勝ち、まあ、狙うはマオカイ。スマイと勝負したくないからね。孤立してるやつを捕まえる。ジャングルで戦えるのかな。フェイカーがマオカイを連れて帰ってきた。ランブルのアルティメット綺麗に刺さる。レナートのアルティメットも入ってきて、バイも入ってくる。ジャッキーラブ、ヨネのアルティメットは 5-0 エース。バロンさえ必要ね。完璧なバロンベイト。ティームレクード Are you watching? あ、ごめん、お前ら水泳中か。泳いでるところだったわ。ソーリーソーリー、見れねえよな。あのパフォーマンスだったら正直、飛行機で帰ってもまあ文句は言えないけど、でもあの試合を逆転負けするのはまあ正直水泳だな。ゴーグルなしで。はい、レッツゴー。11。あれ？ハロ？ピックで変わるんですよこのゲームは。フェイカーファッキンクソキャリーしてたね。チャーム当てすぎ。